ルート完成したんですよ。トイックルート、ね、2021年10月24日の午後の受験になりますね。リーディング行ってみたいと思います。トイックの結果はこうなりました。そうで始まりました、もてつチャンネルです。さあ今回はですね、やってまいりました。トイック公開テストの結果開封になりますね。何回これか第281回、2021年10月24日の午後の受験になりますね。午後受験は2回目かな。まだね、午後受験で1回も満点は取ったことがないのでドキドキしております。自信はあったんだっけ、なかったんだっけ。でもまあ間違えたのはライブで見つからなかったですけどね。では行ってみたいと思います。開封です。ふぅ、相変わらずの CM ではいきます。281回のトイックの結果は、こうなりました。ん？こっちにフォーカス。ほい、よし、満点取れました。96回目の満点です。やりました、やったー。しかも月に2回あったトイックは初めてじゃない。月に2度、そう、10月は2回あったんで、その経験自体過去にあったっけ。そんなので、2回あって2回とも満点を取った。結構記念すべき回だったってことじゃないのこれ。あららららら、らすごい快挙達成しちゃったんじゃないですか。もうメンバーシップレベル2ではトイック授業やってますから、皆さんぜひ入ってください。すごい記念になった、ありがとうございます。皆さん、この歴史の瞬間を、生放送じゃないけど、はい、一緒に見届けていただけたんじゃないでしょうか。今頃本物の私は鈴木貫太郎さんっていう数学系の YouTuber とご飯食べてるとこですけど、いや嬉しい。ではでは、続いて正答率ですね。アビリティーズメジャードを見ていきたいと思いますね。まあ、アビリティーズメジャードね、正答率の動画は出てますので、概要欄からぜひ見てもらえればと思うんですが、ではでは行きましょう。まずは、リスニング行ってみたいと思います。はい、リスニングの結果、こうなりました。お、100、100、100、100。OK!全問正解ですね。はいはいはい。続いて、リーディング行ってみたいと思います。リーディングの結果、こう。お ?100、100、100、100、100。全問正解ですね、これね。へえ。へえ、ついた。はい。全部グラフが黒く埋まっております。ということで、やりました。100、完全 100% の満点です。よし、久々に取ったな、はい、ね、しかも高校受験初めての満点で、さらに全問正解でございます。ありがとうございます。誰に向けて言ってるのかわかんないですけど、やりました。うわー、よかった。はい、いやー、よかったです。本当になかなか今年はね、辛い思いをしたので、たくさん、いや、報われたんじゃないかなと思います。よし、嬉しいですね。皆様の応援のおかげでございます。いつも見ていただきありがとうございます。そんな中ですね、武田塾イングリッシュの方がですね、いよいよスタートします。もうすぐ武田塾イングリッシュチャンネルも1万人いきますので、はい、そちらもぜひチェックしていただきたいなと思うんですが、いよいよ校舎できます。はい、オーナーさんたちとの顔合わせも済みまして、2回ほど
行いまして、いよいよどこに校舎が建つのか発表される時もやってまいりますので、校舎いくつでどこに建つのかとかね、気になるかもしれませんが、まあそちらもね、武田塾イングリッシュの方で発表されると思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。で、その武田塾イングリッシュのルート完成したんですよ。トイックルートですね。本当にいよいよ参考書が全部決まって、流れがこう決まったっていう感じなんですけど、どれぐらいのペースで進むとかもね、これから決めていかなきゃいけないんですけど、まあ、レベルとしては初級ですね、400点レベルまでっていう、まあこの辺は、まあ、英会話ルートっていうのはあるんですけど、そっちとどういう風にやっていくかとかっていうのは考えなきゃいけないかなと思うんで、あの超できない人たちでも時間がないってなったら、もう無理やりでもトイックの方をズバッとやった方がいいんで、もうトイックの勉強、それに対して長期的にトイックをちゃんと上げていきたいんだったら、もう無理やりトイックのドーピング的にトイックのここだけ知っときなさいじゃなくて、きちんと英語力も上げなきゃいけないから、英語力を上げる方をやって、でその後トイックとかいろいろ考えなきゃいけないんで、その辺のこともね、まだまだいろいろ検討事項はあるんですけど、まあ一応初級レベル400点ぐらいまでっていう風にして、でその後600点、まあいわゆる600点の壁って言われるじゃないですか、トイックって。なんでそれぐらいを超えられるようにするっていうのと、で、その後がまあ730点と言われますんで、やっぱり730点。まあどうするんですかね ?700 ってやるのかな、わかりやすく。まあ一応730ってよく区切りになるんで。で、850を作ろうかな。850とか860って区切りもあるので、そっちも作るかどうかは、うん、ちょっとまあ、って感じかな。それで、あとは900と905への人たちを、っていう感じでルートは作成しましたので。で、いろんな著者、いろんな出版社、いろんなのを入れました。やっぱり選択できるようにしたかった。それで行こうと思ってもこう合わないってなっちゃったら良くないじゃないですか。だからこっちでダメだったら、じゃあこっちの方もっていうのがあったりとか、あとはトイックって問題いっぱい解く人いるので、だからこれ解き終わっちゃいました、やり終えました、もっと問題解きたいです、あ、じゃあプラスでこれやりましょうとか、そういう参考書ですねとかをもう考えて作りましたんで、はい、ぜひそういうのもね、その武田塾イングリッシュのそのルート一気解きって言ってね、模試を一気に解く配信とかまでちょっとやろうかなと思ってるんですけど、まあ人生のね、転機というか、そういうのが訪れたという感じです。私いよいよ動きますというか、まあ去年今年で勝負だみたいな感じでやったと思うんで、いよいよそっからドワンといけるかどうかっていうのが来年になりますので、不思議ですね。もうフランチャイズの本部側になるなんて全く想像もしてなかったですね。でもいよいよそういう時がやってきました。不思議、何があるか分かんないですね。 YouTube の可能性っていうのを見た気がします。本当にもういろんなことが今目まぐるしく起こっておりますので、ありがたいことですよ本当に。でまあちょっとね、どんな動きがあったのかっていうのも話しようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。